はい、皆さんこんにちは、僕です。今回ですね、北海道編の続きをやっていきたいと思います。山崎 K の暗殺だね。残りはエリック・ソーダスはやったからね。オッケー、ということでやっていきましょう。かなり怪しまれてるねかなり怪しまれてるよ、本当に。とりあえず山崎 K の近く、お、アプローチある。だからって禁止することなくない？そうは言っても有名人の患者が死んでるからな、うん、そうだね。板長は悪くないでしょ。見習いが勝手にさばいて出しちゃったんだから、そいつの責任よ。資格持ってる人の監督がじゃないと違法なのに、何考えてんだか。ああ、まあ、さあ、若気の痛いってやつじゃないか。いずれにせよ、事故があった以上フグの提供は全面禁止するって上が判断したんだからさ。板長かわいそう、自慢料理だったのにね。仕入れてあったフグは、うん、さあ、廃棄処分じゃないか。でも確かに残念だよな。ついさっきもユキ山崎から何度もフグを注文されて、板長は平誤りでさ、腕を震えなくて悔しいだろうな。まあ規則に逆らえばクビだもの。ガマ病院では現在フグ料理の提供が停止されているわ。無免許の調理師が提供したフグの刺身で中毒者が出たためよ。ユキヤマザキはまだ廃棄されていない最後の一尾を板長に裁かせたいようね。なるほど、ここはぜひご要望に応えてあげましょう。板長になるってことか。板長になるってことね。フグが食べたいヤマザキ。プロビデンスの工作員や元暴力団の弁護士という生活だけでは飽き足らず、ユキヤマザキは毒を持つ魚として知られるフグ料理を欲しているみたい。残念ながら患者がフグで中毒死したのを受けて、板長はフグの提供を禁止した。彼らは残っていたフグを廃棄するところよ。厨房でフグを探す。リゾートスタッフに化けないといけないね。だよね。ありがとうございます。ありがとうございます。OK。これで入れるんじゃないか？入れないかな？でもリゾートスタッフだから無理かな？ああ、無理だな。ってことは、白のこの人にならなくちゃいけないんだよね。ああ、なるほど。やれるじゃん。やっちゃおう。OK。手際も慣れたもんだぜ。さあ、フグ探しますか。入れるね。知ってる人は？なんか落ちてるけど。毒。厨房でフグを探す。あんた誰だ？まずいな。おい、なんで無視する？意味が遠いのか？まずいね、これ。フグが欲しい。僕はフグが欲しいんだ。こっちじゃねえな。厨房でフグを探す。この中か。うわ、すっげえ、ここ。これか。ナイフがない。包丁か。さっき包丁あったよね。こういうことね。はいはいはい。さばきます。ドア閉まってくれ。 OK。 情報入手。フグの毒。フグから抽出された毒。熟練の寿司職人が調理しないと中毒死する可能性がある。日本では珍味とされている。はいはいはい。料理人に変装するということで。完了したチャレンジ生臭くないって。そんなチャレンジあるのか包丁ね。いやー、どうしよう。これ誰か来てくれ。おい、オッケーオッケー。まあ殺してはないからね、一人だけ。オッケーオッケーオッケー。寿司ネタに毒を盛るということで2回ね。あ、まずいな。待ってよ。 OK、 通り過ぎよ。 OK 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 OK。 いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。
なあ、俺のスフレをオーブンから出してくれ。頼んだぜ。ん？毒を入れる。オッケー。お、ちょうど来たんじゃない？フグの握りちょうだい。来た来た。申し訳ございません。現在フグ料理はお寿司を握ることになっておりまして。オッケー。事故が。いいね。厨房に入っていた見習いがですね。あ、すみません。あまり大きな声では。ねえ、いいじゃないですか。握り寿司はいかがですか。死ぬほど美味しいですよ。これフグの握り。おー、そうなんだよ。フグの握りなんだよ、これは。そうなんだよ。しっかり作ってくれよ。私はリスクを犯すのは嫌いでもない。あんたとはすごく気が合いそう。リスクを犯しすぎだけどね。これよ、これ。この食感。滑らかな舌触り。最高。ほんと美味しい。あんた、いい仕事してるじゃない。いい仕事。良すぎるんだよね、この仕事は。いい匂いがするな。待ちきれないぞ。これ、下すんじゃない？やっぱり下したね。こう、こういうことか。完了したチャレンジ。本場の足を失して。なるほどね。やばいね。味も痕跡もなし。さあ、脱出するか。未発見キル47っぽいね、やり方が。君は知らないが、私は腹ペコだよ。やり方が綺麗なんよ。さあ脱出するぞ。ミッションから出る。ヘリで出ていく。これこそ大胆かつ冷静な暗殺術。いやー、いいね、綺麗だわ。さあストーリー。さあバーンウッドさん、なぜ私の名を。47援護してる人か。忠告は受け取った、はっきりとね。正直、殺さなくてもよかった。先に名乗ったら？いや、必要ない。報復は行わない。ソーダースの件でも、他の件に関しても。何者かが暗躍している。諜報員を殺し、ICA の顔に泥を塗った。君は奴に近づいている。我々よりも奴を葬るため手を組もう。それは無理よ。穏便に行こう、バーンウッドさん。君は何も分かっていない。何を今さら。仲間を買収して今度は助けてくれですって。いいえ、お断りよ。それでもだ。我々には長い歴史がある。助け合おうじゃないか。なんだ。今から約20年前、過去を持たない新人が ICA に加わった。才能ある若者だ。彼は彼なりに君を慕い、君もそれに応えた。だが君はまだ引っかかってる。彼は一体何者なのか。わからない。そう、言う通りね。けどそれでいいわ。そうか。今はもう吹っ切れたというなら、話を続ける意味はない。だが違うなら助け合おうじゃないか。どうだ。どうした、バーンウッドさん。我々は必
強い悪だ。だが奴は破壊しか望んでない。勝てば官軍ね。バーンウッドさん、勝負は塔についてる。これはただの手直しさ。47に撮ったか今の。ほー、ということで皆さん、ヒットマンのロケーションいかがでしたでしょうか。一応ね、ヒットマン一通り終わったんですけど、ヒットマン2と3があるということでね、まあ時間があればヒットマン2も3も実況していきたいと思います。いやー、めちゃくちゃ面白かったね、ヒットマン。まあ、大胆すぎるやり方もあったけど、まあ、今回、北海道編は結構暗殺できたのかなと思いますね。はい。綺麗に暗殺できたと思います。ということで、この動画が面白ければ、高評価とチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。以上、ぼっくんでした。おっつ、バイバーイ。ありがとうね、ヒットマン。